すでにご存知の通り COVID-19 としても知られる新型コロナウイルスが世界中に広まっていますここではこのウイルスが自分や他の人に広がるのを防ぐ方法をお話しします石鹸と流水で手を洗ってください手洗いは少なくとも20秒間かけて行いましょう 外出から帰宅した時食事の準備食事の前に手洗いをすることはとても大切です顔特に目鼻に触れないでくださいこのウイルスは人が頻繁に触れる表面で長期間生存できることが分かっていますウイルスが残っているものに触った手で顔に触れると病気になる可能性があります 咳やくしゃみが出るときは肘関節の内側やティッシュで鼻や口を覆いましょう使ったティッシュはゴミ箱に捨て手を洗います咳やくしゃみを飛散させないことでウイルスの拡散を防ぎますドアノブキッチンバスルーム携帯電話といった毎日頻繁に触れる場所や物を清掃 消毒するよううにしましまょう外出を避けることが多くの人の命を救うことにつながります多くの人と集まったり密接するようなことは避けましょう握手や人に触ったりすることもやめましょう密接しないというのは人と人との間を6フィートを空ける2メートル近く空けることです これだけ距離をとっておけば万が一のウイルス拡散をかなり軽減できます。距離を空けてもお友達同士手を振ったり十分できますよね。いろいろな人がいる場所に出るとウイルスに感染するリスクが非常に高くなります。これが家にいる方が安全な理由です。長い期間家に留まっても困らないように 必要な食べ物や薬を準備しておきましょう。援助が必要となりそうな友人や親類、特にウイルス感染の可能性が高い人に、電話またはテキストメッセージをしてあげましょう。感染の可能性が高い人たちとは、65歳以上の方々、呼吸循環器系、心臓の疾患、肝臓の病気、糖尿病など、 すでに持病をお持ちの方、免疫系が抑制されている人、妊娠中の方、離れていても電話を使ってお話をすれば距離は感じないで過ごせるでしょう。新鮮な空気を入れてリフレッシュもできます。また何かできることがあれば助けの手を差し伸べましょう。新型コロナの最新情報は電話で 1> 1インターネット www.multco.us スラッシュ c o v i d 一九を利用してチェックしてください。あなたができることを守ることで。 この非常事態を一緒に乗り越えていきましょう。